石ガニは、エビメカニシタメワタリガニカに分類されるカニ。食用として出荷され、地域によっては、ガザミなどとの根性でワタリガニと呼ばれる。地方名としてガネ、石ガネ、トビツキガニなどがある。幸福は8センチメートルほどだが、10センチメートルを超える大型の個体もいる。甲羅は六角形で、前円に、たくさんのトゲがあり、太くがっちりした。 ハサミ足にも、たくさんのトゲがある。第五脚は、遊泳脚になっており、海中を素早く泳ぐことができる。小型の個体は全身に細かい毛が生えており、青と白の模様がはっきりしている。この毛は大きくなるにつれて抜け落ち、模様も目立たなくなる。体色にはやや個体差があるが、背側の体色は、青灰色や緑灰色をしている。 腹足は白いが、個体によっては、円の部分や腹部が肺足と同じ色をしている。また、特に大型の個体では、緑黒色が強くなるのも特徴である。外見は、ガザミに似ているが、甲羅の左右に大きなトゲがないこと、ハサミ足が、やや太くて、短いこと、全体的に丸っこい体型をしていること、腹足にも、細かい毛が生えていることなどで、区別できる。 ただし、幸福2から3センチメートルくらいの地ガニは、ガザミやベニツケガニなどの地ガニとよく似ていて区別がつけにくい。北海道南部から、九州、韓国、中国までの浅い海に分布する。岩礁海岸の超過帯に生息し、海中の岩石の隙間や海藻の間に潜む。適応力は強く、岩礁近くの砂霊堤、防波堤、川口の寄水域、 海に浮かぶ部位、日潟中に立つ杭の周囲、潮だまりなど、生息域は広範囲にわたる。海藻なども食べるが、食性は肉食性が強く、小魚、五海類、貝類など、いろいろな小動物を捕食する。一方的は、沿岸性のサメや、エイ、イシダイ、タコなどであり、タコ釣りの餌にも用いられる。 敵に襲われた時にはハサミ足を大きく振り上げて威嚇するが、ハサミ足や足を掴まれると地切れして逃げる。地切れの後には小さな丸い袋ができ、その中で足の再生が進む。数回の脱皮の後に足が再生する。ガザミよりは小型だが食用になる。岩礁海岸や防波堤などの人の手が届く場所に生息しているため、卵や釣りなどで、 誰でも手軽に漁獲できる。刺し網などでもよく漁獲されるが、激しく暴れて網をもつれさせるので漁業者には嫌われる。挟む力はかなり強く、強引に放そうとすると怪我をすることが必死であり、生態の扱いには注意を要する。肉と中朝鮮、メスの卵巣は食用になり、塩茹でや味噌汁などで食べられる。甲羅は 簡単に剥がせるが、ガザミよりも殻が厚くて硬い。ハサミ足などは噛み割ろうとしてもなかなか割れない上、割れた拍子に、トゲが、口内に刺さって、痛い思いをすることもある。身自体は閉まっていて、味は、ガザミ以上である。小さな個体では硬い殻の割に身が少ないので、できるだけ大型の個体を捕獲するのが望ましいが、前期のように強力なハサミには注意。 石ガニ以外にも石ガニ属の生物はいるが、日本周辺で主に見られるのは、以下の種である。総じて食用にされる。ありがとうございます。